ここ恐竜界のアジトなんですよね。そう。やっぱり緊張しちゃうんですけど。俺もだよ。八神さん、そちらのお連れさんは？源田法律事務所の星野です。そうですか。もう海斗さんが先いらしてますわ。あいにく塩屋は不在ですが、村瀬がお相手しますさかい。どうぞ奥へ。先生、どうぞ中へ。え？いや、これまでのご無礼をお許しください。八神さんの言うことは何でも聞くようにと、そう梶平会長から。で、肩揉んでくれっつったら本当に揉んでくれてな。村瀬、いいやつだったんだな。俺ら誤解してたよ。調子に乗りすぎだって。今度は塩屋にも肩揉ませてみるか。いやー、そらさすがにやめといた方がええですな。ま、どうぞおかけになってください。なるほど。じゃあ創薬センターの件、やっぱり大久保は白なんだな。彼の反応を見る限りは。もしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって、僕にはそう見えました。ああ？いや、その話はいいんだ。それはそうと、八神先生、あの人は？やっぱり気になる？突っ込んでもええですよね。悪いけどあいつはヤクザが怖いっつってね。そっとしといてやって。そうでっか。ほな、まあ。とにかくこれでますます小野が臭くなったってことでしょ。こうなったら直で小野に当たるか。この間の様子じゃアポ取れないと思いますけど、小野も木戸も。アポなんて入れないよ。これからセンターのロビーで小野を張る。出てきたところは当たればいい。張り込みか、めんどくせえな。いや、海藤さんは留守番だ。え？海藤さんじゃ目立ちすぎるだろ、あんなアカデミックなとこ。星野くんはもう源田先生のとこに戻った方がいいしな。はい、でも。オッケー。じゃあセンターには僕が一緒に行くよ。ああ、頼む。